そして奈良市では耐震改修する方針をまとめた補正予算案について臨時市議会の特別委員会で審議が行われ、今後の県との関係について質問が相次ぎました。奈良市役所の本庁舎の耐震化をめぐっては、市が耐震改修に舵を切ったことで、特別委員会では議員から今後の市と県の関係を懸念する声が相次ぎました。中川市長は議員からの指摘に対し、今回の決断は庁舎の速やかな耐震化という緊急に対応すべきことを優先した結果であるとし、今後も県とさまざまな政策について建設的な議論を重ねていくつもりであると繰り返し強調しました。今回の一つの政策、一つの方法論ということだけで、県市の関係が崩壊をするということでは私はないというふうに思ってますし、知事がお持ちのいろんな知見をこれからも市としては積極的に活用させていただきたいと思っていますし。